はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジーを始めていきたいと思います。海の家のですね、イベント。海のイベントなんですが、この一番上に、この海の底の玉手箱というのが新しく加わりましたので、そちらをのクエストを順々にやっていきたいと思います。なんだろう、これ。いっぱいももう。どうかなと正直思いますが。今はこの方々とつながりやすいみたいです。この方々。つながりやすいってどういう意味だろう。なかなか豪華ですね。喋ってます。訪問してみましょう。仕事のことを忘れそうになるな。カスタネットで攻撃してみるの。仕事のことを忘れそうになるな。吐き続けるしかない。すごいなこれ。さあやっていきましょう。と思ったら里への開始をしないと。美術家だからって全員センスがいいわけじゃないよ。冷蔵庫のプリンまだ残ってたかな。いい感じいい感じ。いいですね。今はこの方々とつながり。なるほど。まずメインクエストやらないと。この海の家の玉手箱です。ですね。まあ、とにかくやっていきましょう。前節ですね。おや？海のとこに。そうだね。沈んでいく。すごい潜れるんだ。おーっと、水着姿が見えるぞ。ヤスナまで。ここは竜宮城なのか。なでしこまで。おい、セリフがね、なんだろう。
きいな。誰が来るんだろう。お、かわいい。これなんだろう。乙姫って言ったら、昔やってた歌う大竜宮城ですね。東映の不思議コメディですね。あれは一番ぶっ飛んでたな。バトルです。早速。ちなみに、これが風タイプでなければなりません。ノンプレイヤーキャラクター、しずくを、出撃させます。優しい。ストーリーがまだ長いですね。どんだけっていう感じです。地上最強の戦士。受験戦争か。さあ、バトルはいつなんだ？バトル。ここは水着じゃないんだ。まあ楽ですね、最初は。効果抜群だ。宝箱っていうのがあった。消耗にスライス収クエストが解放されました。不思議な宝箱を解放できます。不思議な宝箱は釣り針を開ける必要がある。どうやら早速5個開けられるようですね。効果メダルか。中身を確認するっていうのもあるみたいです。あ、これがそのラインナップなんですか。やっぱそれなりいいものは入ってるですね。さあ戻りましょう。ん？なんだろう。消耗を進めていくか、それとも
こっちを進めていくか。三節ってなってますね。うん、どうやら悩ましいですが、三節を進めていかないといけないみたい。食べ合わせと出てますが、さあどんな食べ合わせなんだろう。水属性、有識のゆず子ですね。私も一緒に。でも、お？どうしたんだ？この水着。スタードアップ。そうなのか。戻った。やってやろうじゃないか。やってやろう。そう、一発。こっち行ってみましょう。通れさした。うまい攻撃、うまい攻撃割り振りだった。さあってどうするかな。ちょっと使ってみるか。一番弱そうな。キャージャンプ。沈んだ。それで終わりじゃない。あーっと、集団攻撃だった。すごいな。勝ちましたね。今度は月属性である必要がある。で、ステアの魔法の弓根をつけます。ついばり。そのタコ離せ。ソーニャちゃんピンチ。ソーニャちゃんじゃない、ヤスナピンチ。ヤスナ、ちょっと強くなってきましたね。ユダは禁物。これで一体残ってる。意外とダメージが。倒しましたね。
まず一体倒した。ここもピヨプタ。OK です。効果が交代。あれをやっつけるの？来ます。あ、これ花ありますからね。攻めと受け、なんか右のゲージはやべえ。一体攻撃か。かっこいい。さあ、これレベルアップです。さらに花を仲良し度がアップしました。花ヤマタの花かな。さあ視聴開始しましょう。チーム花ヤマタですよね。で、合ってるよな。さあ、これでミッションを。330番になりましたね。星5欲しいな。さらにストーリーを進めていきます。今度は、あ、これもそうか。ここは変わらない。さあ、ヤスナですね。ちょっとやばい。投影させない。あ、しかしピヨッタチャンス。あ、失敗した。
さあ、行きます。クラゲが、クラゲ投げるかよ、むちゃくちゃだ。混乱を招いたが、もともとダメージが大きいので倒しました。おっと、置かれるとちょっとやばいですね。海は意外と暗いですから。鍵？さっき言ってた鍵かな。あ、迷子になっちゃった。あ、近い。一度ですね、収集行ってみますか。赤なので青のタイプ、水のタイプを選びます。なでしこちゃん、オッケーです。さあ、ナイシコ登場。集団攻撃ではないのか。スロースタート。勝ちました。手伝ってほしいんだけど。
さあ、まだ続きがあります。もしかして、おお、さあ、こいつの正体は？ああ、なるほど、試練を受けるんか。さあ、今度は、光属性です。光というか太陽ですね。さあって、なかなかのメンバーですが、桜子リトリックの小舟がサポートメンバーですね。なかなかちょっと敵が強くなってきている。嘘、2台一気に。絶対倒した方がいい。結構暴力が。でも何のためにあるんだろう、これ。そこだ。あまりダメージ与えられてない。倒せ。 OK、 まず1体倒しました。しかしこれはちょっと最初からこれは苦戦させられそう。倒しときましょう。どんなものでも武器にできる。意外と苦労させられてる。さあ来た。こうたらいか。ちょっと嫌な流れ。あ、やばい。しかもソネちゃんまで。イエー、ここまでだ。戦力的撤退だ。あ、間違えた。でもまあ苦労させられるでしょうかね。ここまでのような感じはありますね。クエスト行ってみましょう。中級かな。中級で風属性です。もうか先生こうなってんだから仕方ないのかな。みんな揃ってるわね。戦うぞ。
ぞ。オッケーです。ここまでは順調。締まり。オッケー。じゃあジャンプ。攻撃ばっかりだ。これは効くはず。シマリに倒しました。ちょっと危なかった。そんなに危なくはなかった。さあこれトールが仲良し度が2にアップしました。しかないのかな、この収集は。それとも一定のものをクリアしたら初めて。こっちは今だけ。あ、開けられる。さあ今度はですね、土の進化種か。ステップですか。ステップは慎重に扱わないと。進化の素材として使えるんじゃなかったっけ。わー、また会えて、ハッピーデリアリティで。なんかすごそうですね、この辺は。変なるとフレンドになるからな。ユノ行ってみましょう。
にさせない、両方とも。おっと、これ集団攻撃だった。さあチャンスだよ。 OK です。強いですね、強そう。使っちゃおうか、最初から。キラージャンプ、これを投影させないんですよね。これでも投影させないのかよ。これで透明を刺したそうか。青は強いのか。さあ、しかしチャンスです。OK です。これで。さあ、登場です、ユーノが。使います。とっておきの策を。おお、太陽が。どうだ、回復か。おっと、炎が一体倒した。ちょっと要警戒ですね、これは。さあ、持つか。おっと、これはチャンスかも。倒しました、一体。残り一体になりました。おっと、回復させ合うんですよね。あれ、さあ、もうちょっとだ。あ、チャンス。オッケーです。危なかった。結構いろんなものを持ちましたね。こっちは今だけ。暑さに負けず、寒さにも負けず、元気に行きましょう。さてと、
ちょっとこれ戦士を強化したいが、その強化の中で進化をさせたいんですが、その進化を結構みんな進化させるにはそれなりのものがいるってことですよね。限界突破はどうだろう。限界突破も足りない。限界突破し、そういえば中で限界突破をすれば、次に上げられるっていうのは聞いたことがあるんですが、何だったっけな。もっと強くなれるかな。これがあと20なんで。瓶がないよな。瓶と思われる瓶が強化素材でもないし、特殊なものでもないし、星結晶でもない、かき氷でもないしな。玉手箱と別のアイテムなんですよね。通常交換だと特な召喚チケットセットなんてあるんですか。つぼみがあるんですけど、交渉成立。さあ確実に交渉成立。交渉成立。これでなくなりましたね。なんか交換できるものはないか。進化のものでもない、強化のものでもないとなると、また来い。もう鍛冶屋ですね。なんかでかそう。グレートソード、道具はこれらが必要。でも作れるんで作っておきましょう。
グレートクリスタルっていうのもあるんですよね。グレートシールド。僧侶。魔法使い。アルケミスト。武器を作成したよ。そして武器を作成したら強化ですよね、当然のごとく。例えばグレートソード強化したい。おっと、しかし6に上がりました。使い切りましょう。そして編成を見てみましょう。キララ装備を変更します。強化かな。なるほど。月の大進化種。月の進化種っていうのがいるみたいです。私は矢上子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。求めているのはこっちは今だけ。大進化種も交換です。交渉成立。また来い。私は矢上子。もうちょっとなんですけどね。さあこれでどこまで強くなるかな。
おっと、いましたね。カオス先生を強化すりゃいいんじゃないの、要するに。先生を。いや、カオス先生は強化できないのか。まあいいでしょう。コストは大丈夫だよな。コストも大丈夫ですね。さあ行ってみましょう。そしてですね、これはもういらない。むしろもっと強い人がいる。欲しい。勝ちに行きます。とりあえずこういう目、カオス先生は本気出しちゃおうっと、ダメージ与えられるんで、こういう目もなかなかいいですね。使いますね。まあ、しゃあないですよね、これは。絶対負けない。倒しましたが、まあ、時間はかかりますね。でも使いやすいね、小夢先生は。どうしよう。入れ替えるか。そのものの魔を断ち切って死んでよ。この技、最高にゴールデン。オッケーです。倒しました。これでかなり楽になっただろう。さあ使いましょう。とっておきです。さあとコンビで、同期コンビ、ババババババが来た。さあ回復しまして、ドーナツ。ここにお前のエネルギーを解き放ってくれ。そして一生そばにいてくれ。照れてる。ウィング V 先生。おお、すごい太陽だ。エデちゃんは太陽がよく似合うな。某温泉ゲームでは、熱海をやってますからね。熱海といえば太陽。伊豆ですね。あ、もうちょっとだったのに。一応は無理か。あれ？懐かしい質問だな、これ。そうです。そうだね。長老
これ元ネタだったんだろうな。え、なぜ本当に？やばいな。あ、一回間違えた終わりだと思った。体を重ねると三本足なのか。そうだね、ということで。連れて行かれました。やばそう。さあ、一生五本。五本は美味しくないな。あ、でも、クエストを30回、クリアするということで。どうしよう。収集に行こうか。うん、と、そうだった。収集してる場合じゃないんだ。星が欲しいんですよね。星があって、かつランクが上がれば一番いいんだが、まあ、勝てばランクが上がる。ランクを上げるのを優先にすればいいのか。メインクエストの方がいいのかな。曜日クエストも捨てがたいが、なるほど。あんまりお任せじゃないかも。ここは強いメンツを行きましょう。そうだな、誰がいいんだろう。
OK です。行きました。私の勝ちだな。ミッションも達成した。さあこれで石だったら嬉しいんだが、来た石来た、これで400なりましたね。しかしすぐに行きません。海の家をの玉手箱クリアしていきたいと思います。そしてこの子がいいかな。可愛い置物で頑張って。いいっすね。まあわかります。お、敵だ。さあ現れた。弱すぎるヤスナ。いや結構苦労させられてる。相性が悪いからな。これはいただけない。やっと一体倒した。これ無理だろう。よし、一体のことになった。ちょっとやばいですね、ヤスナも。もうちょっと。よし。さあ使っちゃいましょう先に。殺し屋さんのプレゼント。飛んだ。すごい。
する。倒した。さあこれで3名いった。ちょっと形勢逆転できるか。さあそこで交代です。もうやるしかないでしょう。あれ全然ダメージ与えられてない。チャンス。まだ倒されてない。さあこれで1体倒しました。もっと回復させないといけないね。OK、 回復しました。まだいける。あ、ここで使った方がいいか。行きましょう。なんだろう、これ。回復か。スピードもアップした。さらにピヨッタ。さあこれでチャンス。チャンス。なんとか勝ちました。危なかった。これは本当に危なかった。こんなはずでは。水着になった。演出か。正解のカード。やっぱり安ならいいな。さあ続きです。またですね、腐ってます。攻め。キャンプ、ゆるキャン。呼吸って。さあさらにまた新たなエリアが出てまいりました。おっと、最後のエリアかなこれ。とか言ってるうちトレーニングに
結果が出たようです。シナリオを見ていきましょう。まったお肉お肉違うおいランプ肉そしてタマキも解放です。あ、そうですね。素晴らしいです。口沢の笑顔風か。今日も頑張りましょうね。そしてトレーニングを、あ、トレーニング終了じゃないんだまだ。さあ、そしてまとめて受け取ります。そうすることで480になりました。さらに、ナイトプールが。いけないですね、ナイトプールなんて。花山田。野生児か。ひとまず、違う。これホームで、ちょっと戸惑ってもすみません。召喚をします。どっちがいいんだろうな。提供アリアですね。 2% なんですよね。そこだよな。まあそんなこと文句言ってないでやりましょう。今星5が出てるのは、カオス？カオス先生だけか、星5が出たのは。2% しかないって辛いですよね。こう見せかけて実はっていうのはあるしな。
おっと、花に2人目だ。アズニャンが。おっと、なんだこれ。ひふみか。それはどうかな。水着です。平行じゃあ行きましょう。玉手箱のこれはもう終わってんだよな。終わってないのか。ここでも収集ができるってわけですか。そうですね、ここでも収集ができる。多分ここでも収集ができるということで、まあ行ってみましょう。まずはゴールする必要があります。これと赤か。当然水色と、やっぱりね、こうでなくちゃいけないです。そしてノンプレイヤーキャラのなでしこか、行ってみよう。ない。嫌です。さあ最後の支援。わし？ってことは違うから。さあ、なんか岩です。でかい。一体倒した方がいいのか、こいつ復活するのかわからんな。でももう最初から投入してもいいんじゃないの？とりあえず倒しときましょう。卑怯だって怒るのは素人だ。守りを固めるぞ。ありがたい。こいつを交代しましょう。ここが少年場だよね。強い子なでしこだぞ。
あんまりダメージ与えてない。厳しいですね。おまけにピヨった。やばい。そう、これはあまりダメージ与えてない。自信ですか？そんなに意味はない。使っちゃおうか。あ、これはもっともやばいよ、これ。アビアもっと燃えるがいいや。これとどめはさせなかったが、チャージアップ。これどうなるんだろう、2回使ったら。やっぱりこれか。ということはもう必殺ですね、事実上。要するになでしこだけ使えばいいってことになる。はい、ダメージ倒しました。か、捨て玉だったというような感じ。なでしこは立ち上がる。マジですか？戻ってきた。かわいい。あ、近い。ついていっちゃった。このあとめちゃくちゃ、いや。おっと、まだなんか出てきてる？これで終わりじゃない？終わりじゃない。このタイプなんで、土のタイプですよね、基本は。さあ、これで行ってみましょう。これでいいでしょう。なんかシリアスな話ですね。おっと？敵なのかこいつが。お、敵になった。5万って。ちょっと強いですね、相手が。持ってる以上に強いや。こんなのもできるよ。
前良くなかった。やばい、そうね、ちゃん。おっと、ソーニャちゃん倒れた。絶対負けない。ジャパニーズサムライの技です。これはまずいな。すみません。気を受け損ねちゃった。終わった。やったな。ごめん、これ以上は。ゲームバランス悪くない？これはちょっと無理ですね。消費しないです。まあ、ボス戦な気がするんですけど、ちょっと。相手が強すぎる。相手が強い。今のおすすめ。さあ、2回開けましょう。なんだろう、特大進化種だ。でトレーニングを行きましょう。最後にですね、トレーニングに行って終わりたいと思います。まあ、とにかく、これで終わりました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。キララファンタジアを、長い時間やっていきました。はい、この最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れますので、お時間まだありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。高評価、コメント、この動画の SNS は拡散も歓迎しております。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。